で今日はですね、当面変更についての賛否、決議を取らせていただきます。8月4日の役員会におきまして、党の正式名称をですね、国政政党になった時の NHK から国民を守る党に変更したいということで、役員会ではこの変更が承認されておりますので、本日総会で諮りたいと考えております。もともとやはり我々は NHK の被害者を守りするというところでスタートして、国民の皆さんの投票によって成立した国政政党でございますので、少しちょっとここは原点に立ち返ってですね、NHK から国民を守ると、とにかく政治家女子法廷の党というのがですね、NHK の被害者を守らないというようなちょっと間違った認識も席に出ていることや、まだまだその NHK の被害者の方がたくさんいらっしゃる中で、私のちょっと人事のミスもあってですね、政治家女子法廷の党の方がうまく回っていないというようなこともありましたので、一度原点に帰って、もう一度ですね、そこから進めていきたいという思いで、NHK から国民を守る党へ変更したいというものでございます。こちらとしてもですね、このままずっとですね、古い党名というか、政治家女子法廷で活動するよりも、国民の皆さんにですね、しっかりと我々は NHK 問題をやっているということを再度メッセージを送るということを含めてですね、すぐに受理されなくても、総務省には申請をしていこうと。ということで、こちらからの説明は以上です。それでは早速、結論を取りたいと思います。現在の政治家女子法廷の党から、NHK から国民を守る党へ変更することに賛成の方の挙手をお願いいたします。ということで、賛成多数ということで、政党名を政治家女子法廷の党から、NHK から国民を守る党へ変更することで、決定をいたしました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。 NHK をぶっ壊す。うわすげえ。